皆さんこんにちは。今回は自作した防音ブースの防音性能計測結果について紹介します。前回はいつかはやるつもりのライブ配信のために制作した防音ブースの大きさや使用した材料、居住性確保のために作った換気装置の構造について紹介しました。今回は肝心の防音性能です。換気装置などを備えた自作防音ブースがどの程度防音できるのかに加え、製作で使用した材料の遮音シート、防犯、断熱材ロックウール、防炎メッシュシート、これらを設置するたびに計測した結果から、どの材料で防音性能が変化したのかを話します。なお温度管理など居住性については次回紹介することにしました。まずは防音性能の計測方法についてからなのですが、今回実施した計測方法は、防音の専門家、専門業者の方が YouTube に投稿されていたとある動画を参考にし、防音の素人の私が可能な範囲で再現を試みた方法でやっています。稚拙な部分はありますがご容赦ください。そんな計測方法ですが、ざっくりとお話しすると、防音ブース内で意図的に大音量の特殊な音声を流して、決まった位置で決まった周波数バンドごとの音圧レベル、音量を計測しました。そこで計測された数値の変化から防音ブースの防音性能、また材料による変化を見ていきました。詳しく話していきます。まず流した音声はピンクノイズと呼ばれる人工の雑音です。ピンクノイズは周波数ごとに決まった大きさの音が含まれている音で、音響測定に用いられています。そしてその音声をサウンドバーから最大限の音量で出力しました。私が持っている中でおそらく最大の音量と、広範囲の周波数をカバーできるスピーカーです。音はスマホに USB 接続したマイクで拾って、騒音計アプリ、サウンドレベルメーターを使ってトータルレベルと書かれたところの最大値と、125、250、500、1000、2000、4000Hz の周波数バンドにおける最大値を計測、記録しました。サウンドレベルメーターは周波数バンドごとで音量を計測できて、設定項目にもよくわからないものがいっぱいという。私が今回の計測に合わせていくつか試した中で、多機能そうなアプリです。USB マイクはスマホ内蔵マイクより大音量の音でも計測できたり、低い周波数バンドの音も比較的に拾っている感じがしたため使っています。話を戻しまして、計測する位置はスピーカー前10センチのところと、ブースの外に出て10センチ離れたところ、隣の部屋に移動して引き戸を閉め10センチ離れたところ、計3箇所です。ちなみにブースの外と隣の部屋は、スピーカーからそれぞれ1メートル、2メートル離れた位置になるよう調整してあります。それぞれの位置で音量を計測することで、スピーカー前を基準にブースの外で防音ブース単体の防音性能、隣の部屋で部屋とブースの防音性能が合わさった、実質的な周り近所での聞こえ方を確認しました。まあ結局やり方としては、私が持っていた寄せ集めの機器でどうにか再現を試みるという形なので、得られた結果には怪しい部分もあります。測定値を鵜呑みにしていいのか悩みますが、ひとまず以降に話す結果の中では、体感での印象も紹介しながら、音量を比べて上がったか下がったかで防音の良し悪しを考えていこうと思います。では今回計測した防音性能の結果概要です。まず本題である製作した防音ブースで、どのくらいの防音効果を得られたのかを判断するために、ブースの製作初期段階、木枠を組み立てた時点での計測結果と比べます。木枠を組んだ時点ではまだブースとも言えない状態なので、この状態をブースを設置した部屋の初期の防音性能とみなしました。木枠時点では、スピーカー前でトータル 85.9dB。ブースの外、スピーカーから1メートル離れた位置でトータル 84.6dB。隣の部屋に移動して、引き戸を閉めたところでトータル 76.1dB。ブースを設置した部屋の構造単体だと、隣の部屋で引き戸を介すると音は 9.8dB 減衰していました。このような部屋に、遮音シート、防犯、ロックウール、防炎メッシュシートを使って、さらに上部には換気装置を作った、最終的な状態の防音ブースを設置すると、ブース内でトータル 85.1dB、ブースの外で 13.0dB 減ってトータル 72.1dB、隣の部屋に移動すると 23.6dB 減って 61.5dB になりました。体感でも結構な防音効果を実感できました。木枠時点では隣の部屋に移動して引き戸を閉めても異常な爆音が聞こえていましたが、防音ブースを作ったことで大音量には変わりないですが、だいぶマシになったなぁと感じました。
想定用途であるライブ配信を話し声と捉え、話し声で多い周波数バンドの変化を見てみると、木枠時点ではブース外で最大でも 2.5dB の低下、隣の部屋でも最大 9.1dB の低下だったのが、防音ブースを作ったことでブース外で 12.9 から 26.4dB の低下、隣の部屋では 22.8 から 39.9dB 低下し、トータルの音量と同じように 10dB 以上の防音性能向上が確認できました。この結果は 60dB での話し声が、隣の部屋では小声くらい、もしくは音は聞こえるけど内容はわからないくらいです。実際の体感でも、なんか音がする、と時々気づく程度でほとんど聞き取れず、会話内容はわからなくなりました。もちろん大声じゃなくて机の向かいに座った人に話しかけるくらいの 60dB 歩かないかという大きくない声ですが、これならライブ配信で常時騒ぎでもしない限り、周りには迷惑をかけないでしょう。そういった体感や、まあ数値の結果も踏まえ、今回の制作は個人的には満足のいく防音性能が得られたと思います。次に今回の制作で使用した材料と作った換気装置などの構造が、防音性能にどんな影響を与えたかについてです。そもそもなぜこの点について調べようと思ったのかですが、私の当初の感覚では、話し声って楽器演奏や家電、工具の動作音と比べたら音量は小さいだろうから、防音はそこまで難しくなくて、多分材料すべてを使うと過剰スペックなんだろうなぁと、そう漠然と思っていたんです。とはいえ防音素人の私には厳密な設計ができるわけでもなく、とりあえず使っとけの精神で制作したわけですが、実際の制作段階になると、材料を運搬したり組み立てたりする中でそれなりに大変な作業だなぁと思い、やっぱり話し声に合った防音対策、材料選定ができれば作業も楽できたのになぁとなって、じゃあどの材料が話し声を対象とした防音対策に有効なんだろう？そう疑問に思い、制作の途中で何度か防音性能を計測して、材料による防音性能への影響、ついでに換気装置といった構造の影響を見てみることにしたんです。計測したタイミングは先ほど紹介した木枠と、換気装置も備えた最終的な状態の他に、木枠に消音シートを付けただけの状態、消音シートを外して代わりに合板を付けた、合板だけの状態、合板の上に消音シートを重ねた、消音シート合板の2層状態、また消音シートを外して代わりにブース内にロックウールを付けた、合板ロックウールの2層状態、消音シートを改めて付けた、消音シート合板ロックウールの3層状態、以上7つの状態で計測しました。ちなみに3層状態と最終的な状態の違いですが、最終的な状態は換気装置を作ったことに加えて、ブース内の見栄えのために、防炎メッシュシートでロックウールの目隠しをしたり、文字が気になっていたロックウールの表裏を反転してあります。まあその中で防音性に大きく影響しそうなのは換気装置にある換気口で、通気のための穴、元い配管ですが、ここから音が逃げ出してしまう可能性がありました。逆に換気装置を増築した分、天井の厚さが増えてこっちは防音にとっていいかもしれないんですが、ひとまず結果を見てみましょう。木枠時点の結果は先ほどお見せした通りで、その後の消音シートだけの状態と、合板だけの状態では、2000Hz 以上の比較的に高い周波数バンドから防音性能の向上が見られますが、話し声で多い周波数バンドではほとんど変化していません。さらに消音シートと合板を併用した状態でも似たような傾向のままです。一応改善傾向は見られますが、誤差というか微差というか、まあ効果は少ないようです。話し声に対する防音効果が出始めたのはロックウールを使った合板ロックウールの2層状態からでした。250Hz からでも明らかに防音効果が見られます。125Hz も隣の部屋での数値を見ると多少改善し始めました。消音シートを外してロックウールをつけたタイミングから性能が良くなり始めたので、これだと消音シートの効果って小さいのかな？なんて思いましたが、消音シートも使った3層構造にするとさらに防音性能は良くなりました。高い周波数バンドでの性能向上に加え、意外にも 125、250Hz でも良くなっています。防音対策では様々な材料を使うと効果的だとは聞きましたが、こういうことなんでしょうかね。とまあ材料ごとでの変化を見ていくと、3層状態まで防音性能は頭打ちにならず変化し続けていったので、おそらく防音的に無駄な材料はないのでしょう。むしろさらに材料を追加したり厚くすれば、性能はまだ良くなる段階なんだと思います。この3層状態での計測後、防音ブースの仕上げとして換気装置を作ったり内装の見栄えを変えたりして、
最終の状態になった時の結果と比べると、実は3層状態より最終の状態の方が防音性能が良くなっていました。まあ良くなったと言ってもトータル 2.6dB の変化なので、体感的にはわかりませんでしたが、少なくとも換気装置のために開けた穴の悪影響はないようです。これは換気装置で作った消音層がうまく機能したおかげなんですかね。それとも換気装置分の厚さが増えたから、はたまた内装をいじったから。というか計測位置がブース外の換気口から遠かったので、ただ影響が小さかっただけかもしれませんが、隣の部屋に移動しても結果的には防音性能が良くなっているので、問題なさそうです。今回計測した結果概要は以上です。以降は話しきれなかったところについて一つずつ話していきます。そういえばどうして複数の周波数の音量を計測するという手間のかかった方法をやるのかについてですが、私なりの解釈で説明しますと、制作した防音ブースがどういった音にどこまで対応、防音できるか特性を把握するためです。私たちの身近には様々な音がありますよね。話し声もそうですが、家電や工具など機械の動作音もあれば、外で吹いている風の風切り音、ピアノやギターの演奏、それらの音には、主にこの周波数の音がこの音量で出ている、だったり、楽器類だと、この範囲の周波数の音が最大でこのくらいの音量で出てくる、そんな特徴があります。まあそれぞれ音の聞こえ方や音色が違うんで特徴もそれぞれなんですが、その周波数の大きさによって防音のしやすさが変わってくるんです。音は低音ほど防音が難しいと聞いたこともあるかもしれませんが、その関連で、ある音に限定してうまく防音できたからといって他の音もうまく防音できるのかは、その音が持つ周波数と最大音量の情報と、防音ブースの周波数バンドごとの防音性能、それらを照らし合わせて判断する必要があるんです。まあ大体は高音に強くて低音に弱いという防音性能になるんですが、材料の種類や使い方によっては高音でも特定の周波数で防音性能が悪くなることもあるので、そういった防音ブース側の詳細な特性を計測して、どんな音ならどこまで防音できるのかを把握しておきます。そうすると、この使い方なら十分防音できるだろうから特に配慮はいらないだろうとか、この音はうまく防音できないから防音ブース内でも音を抑えようとか、使う時間を制限しようとか、この音に弱いんだったらその音に特化した防音対策を取ろうとか、様々方針も立てられます。そんなわけで防音ブースの特性把握、特性を把握するための今回の計測方法という感じです。では結果の詳細についてです。まずは木枠時点での結果なんですが、ここでは隣の部屋で引き戸を閉めた際のデータを示しましたが、実は引き戸を閉めなかった時の計測もやっていました。その結果はトータルだけになりますが、83.9dB です。引き戸が開いているので、部屋の構造による影響を無視すればただスピーカーから距離を離しただけの、スピーカーから2メートルの位置で計測しただけのデータです。比べると引き戸1枚で 7.8dB 分の防音ができているとわかりますが、その他にも距離を10センチ、1メートル、2メートルと離すことで音量が徐々に減少していることがわかります。確かに音量が距離に反比例して減少しているのはいいんですが、実はこの減少の仕方が、今回の計測における怪しい部分の一つです。音量と距離の関係は計算できるようなんですが、計算値と比べると今回の実測値はほとんど減少していません。この点は私自身の経験からしても違和感があって、今回の計測のために騒音計アプリをインストールして試運転、元い自分の声で遊んでいた時に、口元にマイクを持ってきて喋るのと、話して喋るのとでは音量が結構変わったんです。声だけではなくて掃除機や電動ドリルでも同じような変化は見られたんですが、なぜか今回の計測では、距離に応じた音量の減少が小さい。音の素人の私には原因究明できませんが、なんとなく気になるのはブースを設置した部屋での反響です。この部屋の大きさは6畳ほどと、作業部屋としては十分なんですが防音ブースを設置すると圧迫感が出ていました。そんな部屋で 85.9dB の音を出すと、音の反響が影響し始めちゃう。単なる予想なんでザレ事にしかなりませんが、いずれにしても距離に応じた音量の減少が小さかったのは確かです。これだと計測と実使用で状況が変わって、計測結果から実使用時の音の聞こえ方を予測できないんですが、他のやり方も思いつかないので、このまま続けました。次に木枠に消音シートだけをつけた状態ですが、この結果は前述の通り、
高い周波数バンドでは防音効果がありますが、話し声で多い周波数バンドではあまり変化が見られません。話し声の防音を安易に考えていた私からすると残念な結果でした。ですが、いくら防音材でも1枚だけで、しかも1枚あたりも薄いとなったら大半はこんなもんみたいです。当初の私はショーンシートだけでも話し声くらいなら聞き取りにくくなって、あとはブース内の反響をどうにかすれば大丈夫だろうと思っていたんですが、メーカーサイトのデータを見れば最初から期待過剰だったみたいです。防犯だけの結果も私にとっては意外で、ショーンシートだけと似たような傾向でした。一応各周波数バンドで数デシベルずつ良くなっていますが、体感では違いが分からず相変わらずヤバい爆音です。防犯はショーンシートより厚さ、重さがあったので結構変わるかと思っていましたが、防犯とショーンシートは意外にも似た傾向の防音材なのかもしれません。確かに防犯は吸音というよりショーンなイメージはあるような私の印象ですけど、ショーンシート防犯の2層状態にしても傾向には大きな違いはありません。厚さは増えてきているためか、少しずつ低い周波数バンドでも防音効果が出始めていますが、まあ高い周波数バンドと比べちゃうとだいぶ少ない変化です。この傾向が変わったのはロックウールを使ってからでした。明らかに250から 2000Hz での防音性能が向上しています。ロックウールすごいなーって思いましたが、ただこの結果ってロックウール単体でも得られるのか、それとも防犯とロックウールを併用したから得られたのか、どっちかわからないんですよね。なんせ私の計画ミスでロックウール単体の性能を見ていないので、ロックウールを設置するときに防犯があるとただ押し込むだけでつけることができたので、そのまま計測しちゃって、で結果を見てやっと良くなってきたけど 4000Hz は伸びてないんだなーなんて思い、じゃあ次はショーンシートを重ねて高い周波数バンドも良くしようと意気込んでしまったんです。今見返すとロックウール単体の結果があれば説明としても説得力がありますし、制作的にもどこに注力すればいいのか分かりやすかったんですが、もう最後まで作っちゃいました。この次にショーンシートも追加したショーンシート防犯ロックウールの3層状態をやったわけですが、結果は前述の通りさらに良くなりました。単体では低い周波数バンドでの効果が小さかったショーンシートも他の材料と重ねることで防音性能を向上でき、この点をもってショーンシートも機能したとして、今のところ防音的には無駄な材料がないと判断しました。ただこれでやっと引き戸1枚くらいの防音性能なんですよね。まだ換気装置で穴を開けていないし、なんなら3層状態はこの計測のために作ったのでショーンシートは余分に被せているのに、これで引き戸1枚防音って難しいんだなぁと身をもって経験しました。まあ換気装置も備えた最終的な状態ではなぜだか防音性能がさらに良くなったんですけどね、素人の私が勘で作った換気装置なので防音性能は下がるんじゃないかと思っていたんですが、意外な結果でした。この構造というか配管の作りも制作途中でこうすれば良かったかなみたいな別案も思いついていたので、まだまだ作りは改良できそうですが、まあ結果的な防音性能が良かったので OK です。結果を見返すと、換気装置の構造が現時点で問題なさそうなら、改善すべき点はやはり使用した材料の部分、防音材の種類だったり厚さだったり、どう重ねるかでより防音性能を高めることはできそうです。まあ今回製作した防音ブースは決して厚くも重くもない材料を1枚ずつそれぞれ隙間なく設置するという結構切り詰めた作りだったので、伸びしろ自体は十分にあるんでしょう。いや、もっとしっかりと作らないと大声や楽器演奏には全然太刀打ちできないってことなんでしょうね。ハイテンションなライブ配信だったり音楽を作ったり弾いたりし始めた時にはまた考えて、で私がそれをやるイメージが私自身でも湧かないので今はいいですか。ひとまずこの話し声なら防音できそうな自作防音ブースを使って、今はウェブ通話に向いた場所というか作業に集中できる場所という使い方ですが、そのうちライブ配信もやってみて実仕様から防音性能を確認していこうと思います。以上、今回制作した防音ブースの防音性能計測結果でした。次回はライブ配信で長時間ブース内にいるなら温度管理が必要だろうと思い制作した換気装置の動作確認、ブース内で作業した際の温度変化について紹介します。防音での悪影響は見られなかった換気装置が主目的の温度管理で効果を発揮できたかについて見ていきながら、今後の防音ブース制作についても話そうと思います。ではでは、ここまで長時間のご視聴ありがとうございました。さようなら。